こんにちは夢中ピアノ玉奈です今日は卒業ソングの極意コツを考えてみますこれから卒業シーズンですね卒業ソング今までの思い出を振り返るそしてお友達を励ます応援するそんなメッセージの詰まった卒業ソングどうして卒業ソングってこんなに盛り上がるんでしょう もちろんその歌詞の内容によるところもあると思いますでも曲自体もとても感動的なものが多いですねどうしてでしょうそれは A メロは語りかけるように優しく始まっていますサビの部分では応援するようにとても盛り上がるそういう曲が多いですねそしてその盛り上げる際にはリフが繰り返されたり 短い二小節ぐらいの単位で何回も繰り返しがあったりあとはゼクエンツゼクエンツっていうのは同じ形のモチーフがいろんな高さから出てくるものですあとはサビの部分が一回あってそしてそのサビが半音上がって転調するなんていうパターンもありますただしこの盛り上げ方ただ単に舞い上がっていってしまっては 暴走します節度をもって暴走しすぎて激沈しないように気をつけてくださいねあとはもう一つこの卒業ソングの伴奏を担当するそんなこともあると思いますその伴奏のコツこれは伴奏全般に言えることですが伴奏をする時にはだいたい右手でハーモニー和音を弾いて左手で ベースバスを取ることが多いですねその場合は一人でソロのピアノを弾いてメロディーが右手に来る時とちょっと感じが変わりますというのもメロディーになる主旋律は歌の人が担当します伴奏する右手と左手このバランスも大事ですなぜならベースよりハーモニーの方が大きくなってしまってはちょっとバランスがよくありません なのでいつも一人で演奏するときに比べると右手の和音はすごく小さめに弾いて左手のベースを自分で意識してよく聞くということが大事になってきますねあとはブレスが大事です歌う人は息をしながら歌いますそれと一緒にピアノの人も同じ呼吸をしてくださいそうです歌の人と息を合わせる 呼吸を合わせることがとがても大事ですそのためには「私伴奏だからピアノだけ弾いていればいいの」ではなくぜひその歌を歌をってみることとが大事だと思いますそして歌ったことによってその歌詞の中でここが大事っていうところも見つかるかもしれません。大体は歌の歌詞とメロディーリンクしています。それから これはちょっとあざといっていうことかもしれませんが歌の人を引き立てる場面歌の人と一緒に盛り上がる場面これが重要です。あともう一つではずーっと伴奏は脇役かというとインンントロとブリッジや感想そしてエンディングここの部分は一人舞台です。こここでこそあなたの 演奏の感性を活かせる部分なんですぜひ参考にしてください